速稼塾の久保です。今回はですね、非常に、珍しいプログラムになりました。まあ、私がですね、トランザムの83年式、これをナイト2000仕様というもので、今年から所有していてですね、たまに乗らせてもらってるんですけども、実は私以外にもこういったね、ナイト2000仕様のレプリカに、乗られてる方がいて、今回お会いした方はもうね、十数年乗られているんですよね。もう多分日本で一番長く乗られている方ではないかなと思いますし、それから神戸にお住まいになってるんですけども、 YouTube でこのナイト2000の動画をね、去年からアップし始めた方なんですよ。まあ私もですね、その動画に触発されて、まあ私も買ってしまったみたいなね、その YouTube の影響力を感じるんですよ。やっぱこう1000万ぐらいの車を買わせる力があるんですよね、この YouTube ってのは。で、それから、まあ、ちょっと金額いっちゃいましたけども今年の春ね、ナイト2000買って、それから私もやっぱり YouTube 動画を上げると、今40万再生とか20万再生とか、ちょっとね、5万10万再生をね、乱発するようなね、もうドル箱の YouTube を作ってくれるこのナイト2000の人気なんですけども、まあのりたまさんっていう、ね、方が、その、まあ、私が今回お会いしたオーナーさんなんですけども、神戸の方から和州山の方まで出てきてくださるということで、そこでね、ちょうど中間なのかどうか分かりませんけど、大体中間あたりで待ち合わせして、1日過ごさせてもらったんですけども、まあ、むちゃくちゃに車のこと勉強になったのと、あと熱い思いをね、自分の思いを、まあ、人に話せるっていいなと思いましたね。もちろん今まで速稼塾の皆さんにお会いした時にも、お互いのね、この車にかける思いとかナイト2000の気持ちっていうのは、今までお話してきたところが多かったと思いますけども、まあなんていうんですかね、同じナイト2000オーナーとしての、まあ、思いっていうんですか、これはまた別の角度からいろいろお話できたりとか聞けたらよかったなっていうのと、すごくね、共感していただいたのが嬉しかったですね。私も今ね、YouTube を始めて、まあ、久保さん会いたいですって言ってくださる方も結構いらっしゃって、去年はだいたい500人ぐらいの方とお会いしたのかなと思います。年間だいたいね、300人か500人ぐらいの方とお会いして、まあ、YouTube を見て私の家に来てくださるって方もいらっしゃったりとかね、すごくあったんですけども、その感覚を久しぶりに思い出したかなというところですね。私がずっと見ていた YouTube の動画の中で、ずっとこうね、語り続けてきた人と約束して、私がね、会いに行けるということで、でその方がね、動画をやっぱり作ってくれたんですよ。私と一緒の対談動画っていうんですが、ですから今回私が取材を受けた側で、それに対するそのね、のりたまさんって方のコメントも入れてあって、今拝見したんですけどもね、まあ本当に新しい世界には新しい人がいるなと思ったところですね。実は私のね、 YouTube チャンネル1万人登録に近づいているのも、このナイト2000っていうものにやっぱりタグがついてからなんですよね。で以前は A だとかね、それから暗号通貨とか、その他投資案件 FX、そういったもので、ずっとアクセスが高まってきたんですけども、こと今回のナイト2000に関しましては、稼げるネタではないんですよね。生活のネタでもないですし、完全趣味なんですよ。趣味なんですけども、おそらくフェラーリよりも、ムスタングよりもインパクトがある動画になってるんではないかなと思いますよね。でここまでコンテンツの内容が際立っていると、 SEO とかね、キーワードとかあんまり関係ないんですよ。サムネイルとかここまでいっちゃうと、ですんで、そののりたまさんもそうですし、私のナイト2000の動画もそうですし、もう再生数ぶっち抜きになるんじゃないかなと思いますよね。でしかもこれができる人があんまりいないんで、ナイト2000のレプリカ買える人なんてそうそういないですからね。多分日本で流通してる車っていうのはね、数百万台いると思いますけども、このナイト2000のレプリカっていうのは、私が聞いたところ100台ぐらいしかないそうなんですよ。私が購入した店でもね、50台ぐらい出したって言ってましたけども、自分で作られる方とか他社から、ね、持ってこられる方とか輸入される方も込みで、だいたい100人ぐらいなんじゃないかなと。その中で2割ぐらいが内装までやって、8割ぐらいの方が内装はちょっとできずに、電装部品とかね、結構高いですから、で外見だけっていう風になるなというところで、まあ私はね、ポットデーだったんですけども、かなりハイクラスのナイト2000をお預かりして、結構ね、気も据えないといけないなと思ってるところですね。もちろんお金もかかりますし、愛情もかかります。で周りの人に対するね、アメ車を持っているっていうこととか、ナイト2000のレプリカを持っているっていう人が人格がどうなのかなってことも多分見られると思いますんでね、そういうところも気をつけながら、先輩オーナーさんに迷惑をかけないように、それからトランザムの評判を落とさないようにね、アメ車の評判を落とさないようにやっていかないとなと思いますね。私もね、車を自分でいじるようになるとはね、本当思わなかったんですけども、50を前に、まあ新しい趣味といいますか、
新しい、ライフワークとしてですね、まあ、車のエンジニアを目指してみようかなと思うわけなんですよ。アメ車の旧車のエンジニアですね。ちょっと頑張ってみようかなと思います。はい、でよろしかったらですね、私が取材をいただいたその動画の方をご覧いただければと思いますので、説明欄にリンクを貼っておきますね。はい、この度取材、来てくださったのりたまさん、それから私にね、同じ47歳ってこともあって、すごくこう友情を感じてくださったのりたまさん、本当にありがとうございました。そしてこのご縁をいただいた全ての方、今井社長、皆さん本当にありがとうございます。ではまたね、ナイト2000の動画どんどん増えると思いますので、お付き合いいただければ幸いでございます。それでは失礼します。